安井渓谷は、西日本最高峰、石鎚山系の森から流れ注ぎ、仁淀ブルーという濃いブルーが見られる渓谷で、特に水晶淵やその先にある砂防ダム周辺のブルーが色鮮やかです。荒尾谷は、季節や時間帯によって、川の色が、緑から、青のグラデーションに変化し、その時々の美しい仁淀ブルーを楽しむことができます。乙女河原は、安井渓谷内唯一の広い河原で、飛龍の滝へ続く遊歩道の入り口になっています。仁淀ブルーと呼ばれる青い水を最も堪能できるのが、この水晶淵と呼ばれる場所です。川が少し深くなっていて、水の流れも穏やかなので、一段と深いブルーに見えます。水晶淵から遊歩道をさらに上流へと進むと砂防ダムが見えてきます。岩の上を注意しながら近くまで進むと、砂防ダムの下に見える水の溜まり場こそ、最大の仁淀ブルースポットです。
飛龍の滝は、乙女河原から水に沈みそうな沈下橋を渡って、対岸の支流を10分ほど歩いたところにあります。安井渓谷屈指の癒しスポットと言えます。